皆さんおはようございます。ご視聴ありがとうございます。今私は千葉県の成田駅にいるんですが、これからですね成田空港に向かいまして、前回の動画でも言いました通りグアムにですね行こうと思っております。めちゃくちゃ久しぶりにグアム行きますんで、かなり楽しみですね。グアムに関してですね、日本人の入国今制限が一切ないという状況でございまして、なんならね帰りの日本帰国用の PCR サービスも無料でやってくれるというようなキャンペーンをやっておりますので、まあ、日本人の方々ね、まあ、今続々と海外旅行行き始めておりますが、なかなかハワイはねちょっと高くて手が出せないっていう人たちにですね、まあ、グアムかなり参考になるんではないかなということで、まあ、自分もちょっとね、まあ、何年ぶりだろうな、4、5年ぶりぐらいに、はい、ちょっと行ってこようと思います。今回は成田空港発着のユナイテッド航空でグアムの、ね、ダイレクトにちょっと行こうかなというふうに思っております。まあ、航空券も全て用意しておりますので、とりあえず今から成田空港の方に移動しようと思います。ということで成田空港第1ターミナルビル到着しました。早速ユナイテッドのチェックインカウンター行きましょう。そういえばね、あの ANA のサテライトラウンジが新しくオープンしたということで、それもちょっと行ってみようかなと思います。今回、ね、出国するにあたって、ね、PCR もあと電子申請とかアプリとかね、それ全くないんでめちゃくちゃ楽ですよね。このまま本当パスポートだけ持って空港来たら終わりということで、だいぶ変わりましたね本当ね。それで今ユナイテッド航空のチェックインカウンターに来ました。綺麗で広いですね。ただね、朝早い時間で平日ということもあってほとんどお客さんおりません。まだね8時過ぎぐらいからじゃないと食べるところも空いてなくて、ターミナル自体に人がいないって感じですね。でユナイテッド航空は朝の8時半から受付開始ということで、あと20分ぐらいですかねをちょっと待ちたいと思います。一応今回はプレミアアクセス、はい、使いますね。 SSC と、まあ、ダイヤモンドメンバー利用できますんで、本来であればね私ダイヤなんで Z カウンターとか使ってみたかったんですけど、まだまだねあの成田空港自体運用がそれが止まったままなんで残念ですね。自分がダイヤの期間中に使えるのか心配ですね。もう使わずダイヤ終わってしまうかもしれません。ということでチェックインの完了いたしました。先ほど私あのグアムに入るとき何もいらないって言いましたけど、ワクチンパスポートはいりますね。あ、まあ一応ほとんどの人持ってると思うんで大丈夫だと思いますけど、あと滞在先のホテルの、まあ、確認とかそれはありましたね。とりあえず今からまだ朝ごはん食べてないんでラウンジ行きましょう。はい、ゴールドトラック使いましょう。こんだけガラガラですけど。ということで保安検査終わりました。出国審査行きます。ということで出国審査終わりました。とりあえず一番近い場所の ANA ラウンジ行って、あとサテライトの方入れるんであればちょっと見に行ってみましょう。ちなみに保安検査と出国審査2分ぐらいです。全部で超絶人がいなかったセントレアよりも早かった気がする。朝の成田空港ってこんな感じなんですね。ここまで人がいないとラウンジ貸し切りなんじゃないかな。まだ早いっていうのもあると思いますか。すごい、成田空港でこんな経験したことないんで不思議な気持ち。すごいお腹空いてるんで食べましょうそれで今 ANA のスイートラウンジ入りました。でスタッフの人に、ね、聞いたらサテライトのラウンジがねお昼の1時半から営業らしいんですよね。なんで現状成田空港で午前中お昼過ぎまで使える ANA のラウンジはここ一つだそうです。なんで新しいとこ見に行けないですね。で今お客さんラウンジの中に2人だけですでちゃんと席に座ったらドリンクのオーダーとか来るんですね。で食事は全部ですねこんな感じで、まあ、QR で頼むということになっております。はい、今の時間はカレーとかお寿司ないんですね。うどんとか朝食セットみたいなだけですね。あとカツバーガー、他のおかずとかはこんな感じでありますね。あとカレーとかもありました。はいはい、こんな感じでカレーありますね。あとはハーゲンダッツということでオーダーした食事が来ました。焼き鮭定食でちょっとご飯はなしにしてもらいました。で天ぷらそばとANA オリジナルカレー、いいですね。こう一つのトレイでまとまって持ってきてくれて超うまそうです。飛行機もすごい近いですね。はい、こんな感じです。いいですね、ラウンジほとんど人がいなくて貸し切りで、まあ、量が少ないんで小さくていいですね。焼
き鮭もすごい美味しそう。うん。それじゃあ永年のカレー、これも結構小さいサイズでいいですね。いただきます。うん、うまい。それでデザートでヨーグルトとアイス持ってきました。ハーゲンダッツいちご。ということで暇なんでシャワー浴びます。空いてたんで久しぶりに ANA のラウンジでシャワー浴びますね。うん、まあ、そこまで成田空港でシャワー浴びたことないかもしれないな。羽田の、ね、スイートラウンジの時に、はい、見たんですけど、そこよりもあんま広くないな。ということでシャワーも浴びてすっきりしました。国際線の長距離便に乗る人みたいな感じですけども、普通にグアム行くだけですからね。うん、でもシャワーはありがたい。ありがとうございます。ということでラウンジを出ました。ゲートに向かいましょう。ちょっとねゲートが遠いんだよね。30何番で今ちょうど端っこの方なんで、わりかし時間がギリギリです。いや久しぶりにあんな人のいないラウンジで快適に過ごせましたね。もう最近どの国のラウンジも激混みなんで、やっぱ早い朝早い便の午前中の成田空港は穴場かもしれませんね。それで今ね成田空港のこの制限エリアの中にある直営の両替所で今ちょっと両替してきました。多分ねここが一番レートがいいって話なんで、うん、やってきたんですけど、見てください。まあ2万円だけねあの米ドルに変えたんですが、145ドルにしかならなかったです。1ドル今今日だとね 137.68 円ということだったんで、厳しいね。うん、まああんまりグアムでそのクレジットカードで払うつもりなんで現金いらないと思うんですけども、まあタクシー乗ったりするかもしれませんのでほぼ使わない予定ですが、まあ、150ドルぐらいあればいいかなと思ってやったけど150ドルもなかったですねいやーきついな。あとはねユナイテッドの、ゲートの近くにユナイテッドクラブラウンジ、ここも結構立派なラウンジなんですけどね、もちろん今閉まっております。皆さんね ANA のラウンジの行く ANA のラウンジに行くように書いてありますね。お茶だけ買いましょう。ペイペイ使えるんだ。チェックインするときにスタッフの方がね今日お客さんかなり少ないと言っておりました。なので私の隣に人が来ることはほぼないと思いますというふうに言ってたんで、まあ快適に行けそうですね。搭乗率はね2割から3割ぐらいだそうです。はい、なんでビジネスクラスのアップグレードもどうですかって言われたんですけど、一応断りましたまあ最近になってね世の中もたくさん海外旅行行く人も増えてきて開国が進んでるんですけど、なかなかね日本周辺の東アジアの国々ですねがまだまだ行きにくいという状況。台湾も中国もね香港も行けないですし、で韓国がようやくちょっとねまあ面倒くさいんですけど行けるようになってきたというところで、日本から 2,3 時間で行ける海外っていうのは結構日本人の人たちが好む傾向にあります。バンコクとかねシンガポールとかになるとちょっと遠い、まあ行けないこともないけど、でハワイもねやっぱりなかなかねあの時間はそんなにアメリカ本土に行くように比べたらだいぶ楽なんですが高いんでね、そうそこでやっぱりグアムとかが3時間で行って、まあ、土日だけで行くっていう人も今までたくさんいただろうし、ね、HIS のツアーとかだと2人で申し込むと2万9800円とかねそういうのあったりとかしてたんで、それぐらいまで値段が下がるといいなとは思いますが、まあ、今回ね私エコノミークラスでユナイテッド往復で取ってるんですけども、 ANA のマイル登録してそれでだいたい7万3000円ぐらいかな。なんで決して安くはないですね今のところね。あの関空から往復で5000円っていうキャンペーンも実際ねユナイテッドやってたりして、それ狙ってたんですけど全然取れなかったんで、まあだいたい日本各地の空港ですね、セントレアも今度福岡も多分飛ぶんですけど、福岡セントレア成田関空だいたい普通に買ったら7万円ぐらい今のところはいしますね。うん、まあでもハワイ行くに比べたら片道で往復できるぐらいな感じだと思います。まあちょっと規模がねグアムなんでハワイと同等にしたらあれかもしれませんけども、うん、まあそれでもサクッと海外行ってすぐ帰ってきてっていうのにはうってつけかなと。しかも今9月いっぱいまで日本人はね PCR 無料なんで、はい、その辺をちょっと楽しんでこようかなと思います。それとグアム入国に関しての、まあ、税関申告を
事前にやるということも、はい、できまして、まあ、多くの方やってると思いますけどね、そういう専用のオフィシャルページがあって、そこで、まあ、持ち込みのものとかね、そういったアンケートを先に答えておくと QR が発行されて、もうそれを見せるだけで通過できるということで、飛行機の中で書いたりするのめんどくさいよって人はそれをやった方がいいのかなというふうに、はい、思います。一応できる準備は全部してスムーズに入国したいんで、まあ、よっぽど大丈夫だと思いますけど。それで私が今から乗る飛行機がこちらユナイテッドのボーイング737ですね。飛行時間はね、一応3時間55分となってますが、まあ、時差があるのでだいたい3時間ぐらいですね。今ね、到着したばかりでお客さんが降りてるところなので、ちょっと遅れるかもしれませんね。まだ清掃の人たちが入ってなくて、これからっていうところですね。それでは間もなく搭乗開始ですけど、あれですね、米軍関係者が先に搭乗開始してますね。これはアメリカの航空会社が全てやってることですね。どうも、すいません、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。どうも。ということでゲートをくぐりました。めちゃくちゃ久しぶりのユナイテッド航空ですね。最後に乗ったのはいつだろう、あ、アメリカですね。そうだ、ロサンゼルス行く時の国内線で乗りましたね。それでは機内に入りました。こんな感じですね。やはり狭めですね、ユナイテッドはね。 LCC に近いぐらい狭いです。普通席エコノミーの、まあ、この前との座席の間隔こんな感じです。もう LCC と変わらないぐらいですね、やっぱりね。拳1個分ぐらい、まあ、乗る時間が短いんでいいですか。一応画面もついててちょっと古いですね。 737-800 ということでマックスではないかな、うん、ちょっと最初からね、もう窓も全部閉まってるので、ポジション的にはエンジンの裏ぐらい、翼の裏ですかね。昔セントレアからユナイテッドでグアム行った時に行きは確かビジネスクラスを乗ったことがあります。当日か前日ぐらいになんかね、アップグレードしませんかっていうメールが来て、1、2万ぐらい払ったのかな。今日はでも3万円ぐらいだったんでやめましたけど。はい、そんな感じです。もうテーブルを開けちゃうとね、もう結構お腹が私の場合つっかえるぐらい、テーブルもちっちゃいですし、ちっちゃいな。最近の飛行機ね、結構エコノミーでもかなり大きめのテーブルがあったりするんですが、すごいちっちゃい。ガチガチのごついでかいアメリカ人はこれ多分めちゃくちゃ狭く感じると思いますね。私でも狭いです。あくまでも個人的な感想ですけど、ユナイテッド乗ると本当にアメリカだなって感じがしませんか。海外感がね、特に外資系の航空会社の中でも、うん、感じられる気がする。グアム国際空港行きでございます。早速ではございますが、皆様が機内にお申し込みいただきましたお荷物は、はい、今すべてのお客さんが乗り込んだみたいですね。一列使えますね、はい、やはり搭乗率はやっぱり3割ぐらいでしょうか。非常に少ないですね、まあ、1日3往復飛んでますからね、朝昼晩と。であと平日ということもあるんだと思います。最近では各航空会社でも配らなくなったアルコールシートですね、はい、これをもらいました。早かったですね、乗り込んでもう5分ぐらいで扉が閉まりました。お客さん少ないけど日本人は半分いるかどうかですね。ほとんどはアメリカ人で、あと米軍関係者の方かな、うん、男性の荷物たくさん持ってムキムキの人たちがたくさん乗ってますね。たくさんといってもまあ知れてますが、席はね、確かに間隔は狭いんですけど、結構シートが特にお尻が、お尻の部分はふかふかですね。座り心地結構いいですね。皆様大変長らくお待たせをいたしました。当日の出発の準備が整いました。今回も例外なく私の通路を挟んで横がね、ちびっ子たちが乗っております。すごくテンションが高く盛り上がっております。
ユナイテッド航空は離陸時でもこれですね、窓閉めたままでもいいんですね。皆さん閉めてます。
Taiwan and of Guam, landing here at the Antonio B. Wampat International Airport. Local time is 3:21 in the afternoon. Today's name, July the 5th. 皆様大変お疲れ様でございました。ご搭乗ください。ただいま、グアム国際空港に着陸をいたしました。本日の運賃は現在午後3時22分でございます。指定の駐機場に向けまして、機能走行してまいります。サーエンセンター、機内現状をご利用いただきまして、誠にありがということでグアムに入ることができました。あのね、めちゃくちゃ時間かかりました、入国審査。私が成田空港から乗ってきたユナイテッドの飛行機はガラガラだったんですけども、同じタイミングでね、チェジュ航空とか、まあ、韓国の飛行機ですね、大韓航空とかも4機ぐらい同時に多分降りてきてごった返しておりました。なので1時間半ぐらいイミグレーションに並びましたので、だいぶ時間をロスしました。疲れましたね。入国に関しては普通のアメリカの入国と変わらないので、まあ、いくつか多分質問はされるかもしれません。一応私の場合は何日間どこのホテルに泊まるのかだけ聞かれました、うん、あと事前に用意した税関の QR コードですね、それをかざせばもうそのままスルーで行けますんで、そうでない人は紙で書いてね、飛行機の中であれを見せてっていう感じのレーンに並ばないといけないので、 QR コード持ってた方が早いと思います。でももうこの景色やばいね久しぶりのグアムに来てめちゃくちゃテンション上がっております。暑いですけどそこまで湿度もなくカラッとしてていい感じですね、うん。まあ、今回ですね、あのグアムに3日間滞在する予定でおりますけども、次回からですねグアム滞在の様子をお届けしようと思います。まあ、ユナイテッド航空ね、まあ、日本から直行便で3時間ほどで来ることができますので、ちょっと早く着いたかな今回ね、うん、3時間30分ぐらいかかるようなこと言ってましたけど2時間50分ぐらいで着きました。ということで、まあ、今回こんな感じですね、成田空港からユナイテッド航空を利用して久しぶりにグアムに来てみたという動画、これで終わりたいと思います。以上、スーチャンネルでした。バイバイ。